はい、皆さんこんにちは、ドットコムドットコムです。デッドリリース実況プレイのパート66になります。はい、じゃあ回復はしたんだよね。じゃあ隠し通路どんどん行きましょうか。あい、でもどうしようかな。エコはレベル3になっちゃったか。まあそれがうまく活用できればいいですね。どうしようかな。じゃあどんどん進めてきますか。ところどころちょっとしたイベントも入ったりはしますけど、まあいいです。どうしよう、戦闘もカットでいくか。極力フルートのレベル3はすごかったっていう事実ですね。じゃあどんどん進めてきま、暗っ。ところどころなんか、はい、話がキャウ話が入ったりするんですよね。びっくりした。どうしたんだよ、レイオン急に大きな声を上げて。あ、なんでもないよ。あ、これ終わり。まあ今のから見ればわかりますけどね。はい、じゃあカットしまーす。やっぱミータの寝顔かわいいですね、本当に。まあレイオンの寝顔を初めて見たんですけどね。ここはないよな。とりあえず次のエリアまでは進めてきます。はい、じゃあこの戦闘もカットです。おお、3人レベルアップ。スーパー大海原のちっぽけな甲斐があって、名前長いけど装備品だよね多分。あ、でかアイテム見れば早いじゃん。どれだ、あれ攻撃アイテムなんだ。はいはいはい、まあいいや。ここら辺どうなってたっけ、わかんないな、覚えてないし。確か正規ルートは下だから、じゃあ下行きます。はい、じゃあこれもカットです。まあレイオンがドライブになったので、ドライブというか強戦士になったので多少やりやすかったですけど、まあ一回寝ちゃったしね。え、じゃあどんどん行きますよ。アイテム探索後回しに、キャー、うわあ、見えない。さっきから何なんだ、何かいるの、どこどこ、何もいないじゃん。絶対いた、しっかり見たもん。気のせいだよ、必要以上に怖がっていると幻覚が見えるものだ。気のせいなんかじゃないんだから。あ、ほらまた何もいないぞ。もうやだ、早くここから出たい。だからなんで俺を睨むんだ。顔見えなくてすみません、ごめんなさい。アイテム探しして、まあアイテム探しいっか、後で最終イベント入っちゃうんで。お、来た、トラカットいりませんよ。あ、しまった、あー、やっちゃった。まあ、こうで、今度は四国動きやるしかない。間違えた。レディオン攻撃回すんだよ、こういうのは。とりあえず、茶の木は倒した。まあ、あと攻撃。コール麻痺。しょうがない。あと2人で頑張ってもらおう。コンピートなるかな、なればまあ話は早いんですけど。さあどうだ、大地の狛犬と藁人形、どっちだろう。藁人形わかんないな。はい、じゃあアイテムゲット、武器の手入れんの。じゃあ行きましょう、どんどん行こう。ちょっと下の方見ないで行きます、イベント入っちゃうかもしれないんで。じゃあこれもカットいい、あ、だからレインを攻撃だっつの。
ういう時だけ魔法カード使わないといけないっていうのはちょっと心苦しいところがありますけれどもね。あ、しまった、リオンの体力完璧忘れてたわ。ちょっと待って、あ、まあいいや、どっちがいいかな、まあいいや、ここでいこう。体力はちょっと忘れちゃうと困るな。サスキーフラグ立ったけど OK でした。レインレベルアップ、奇跡の雨んってことは、あ、これでコンプリートか。メモるか、まあメモっても意味はないですけど、もうコンプリートしちゃったんで、あ、よかった。これでまあ隠し通路の敵については全員コンプリートですね。じゃあどんどん行きましょう。イベントかな、ここが避難所か。破壊された跡がないか、赤いグリーンリリースの影響は受けなかったようだな。あれあれ、まだまともなやつが村にいただが、え、ちょっと待って、方言か方言じゃねえや、こういうのなんて言うんだっけ。まあいいや、あんたらクーティーから来たんだろ。そうだ、ここからアグバイ行きたい。バカか、あんたは。夜に雪山登ることなんてできんでよ。死に行くようなもんさ。しかし朝までに行かないと。絶対に無理だ。子供だっているじゃないか。そっか、ピューマがいるんだ。無理はさせられないな。仕方がない。仕方ない。夜が明けるのを待つか。テントを持っていないならそこの建物の人に話をつけるといい。町長さんの別荘でテントを持ってない人に部屋を貸してくれるだ。ああ、親切にどうも。困った時はお互い様さ。はい、なわけで、まあちょっとまず休憩しましょう。そうですね、まあちょっとここ、まあいいや、セーブして、どうしようかな。一応時間あると見ておきます。夜は冷えるだ。早く部屋に入った方がいい。まあちょっとここら辺いろいろうろつきますよ。アイテムもいろいろあるからね。タフネス2000ないか、ないね。ここ崖だよね。こんなギリギリ歩いていいのかな。で、まあ、いいや、どこにでも現れるなお前。それが僕の仕事だからね。まあちょっといろいろ売っちゃいますか。ちょっと待って、なんだ、毛糸の靴下を、いくつだっけ ?14 売るんだよな。はい。あとは、安全ベッドも1個売っとこう。あと、なんかないっけ、オースインフィニティ、それは効果見てないと思いますけれども。こんな感じですね。おお、気づいたもん、こんな時間か。じゃあ、ちょっと一旦ここで、おしまいにしましょう。間に合うかな。時間計ってないけど、大げさとはいえ、そうするともうすぐ時間になっちゃうんですね。はい、じゃあ、レッドリリース実況プレイパート66は以上になります。ご視聴ありがとうございました。